ドッグジンをご覧の皆様、はじめまして。日本からやってきましたドッグバンドのミオ山崎のボーカルミオです。こんにちは。初めて私は台湾に来たんですけど、台湾のイメージといいますか、初めて来てみて、思ったことをですね、すごく日本の街並みに似てるなと思いました。でとっても人が優しくって、空港に着いた瞬間にフードコート行ったんですけど、隣の知らない、全然知らない台湾のおばちゃんがフルーツ食べるって言って、全然見たこともない謎のちょっとぐちゃっとしたフルーツを渡してきて、食べてみなよって言ってくれて、でもすごく美味しかったんですけど、すごくみんなフレンドリーであったかい人たちだなって、最初に思いました。でもう私はマッサージがすごく好きなので、マッサージも有名ということで、楽しみにやってきました。そうですね。で多分皆さん私たちのこと全然知らないかもしれないので、今日山崎の音楽の世界観をお伝えしたいんですけど、私は常に歌詞を書くときに自分の気持ちに正直になって、歌詞を書きたいなって思ってます。で特に女の子の気持ちを書いてます。恋愛の、悲しい思いだったり、生きてて辛いなとか思う気持ちをそのまままっすぐに書くようにしてます。で、私たちのライブのことをスレッドって呼んでて、スレって呼んでるんですけど、自分の気持ちをそのままはっきり言う、そういう場所だって私たちはやっていて、そこに来てくれるお客さんもその日に思ったこと、そのライブの日にまで溜め込んでた思いを吐き出す、そういう場所だって思ってて、私たちはライブをすごく大事にしているので、特に女の子に来てほしいんですけど、日頃溜め込んだ嫌なこととかストレスとか全部私にぶつけてきてほしいし、私も生きてる上で感じてることをみんなに伝えたいし、吐き出したいし、一緒になんて言うんだろう、日々のストレスを発散して、明日も頑張って生き延びようっていう、どうにか生き延びようっていう日を作りたいなと思っております。でワンマンツアーを、日本から始まるんですけど、まあそのタイトルがディフュージョンって言って、拡散とか感染とか、どんどん広めるっていう意味を込めて、今回の2018年のツアーの名前にしました。で、今回台湾も初めて、ツアーとしては初めての海外ということで、やっぱり不安もありますし、すごくドキドキもしてるんですけど、でもやっぱり初めての土地に来るっていうのはすごく楽しみ でみんなも待ってくれてると思いますし、私もすごく会いたいなって気持ちでこっちまでやってくるので、ぜひ来た際には皆さんでいい思い出を作れるように、いい日にしたいなと思ってるので、特に女の子ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ミオ山崎2018年ディフュージョンイナギュラルアジアツアー台北、台北クラッパースタジオでお会いしましょう。ミオでした。